それではここで本日お祝いに駆けつけてくださいました素敵なゲストの方に登場していただきましょう出演者の皆様はステージ左手の方へご移動いただけますでしょうかではご登場していただきましょう 本日のスペシャルゲスト米倉涼子さんです。皆様大きな拍手でお迎えください <music> え。それではですね、米倉さんにはお一人ずつ花束の贈呈をお願いいたしたいと思います。えまずは松尾幸美さんへ花束の贈呈です。 え続きまして田中道子さんへ花束の贈呈です。え続いて和田明里さんへ花束の贈呈です。続きまして。 中川ちかさんへ花束の贈呈です。米 <laughs> 倉涼子さんありがとうございました。えそれでは米倉さん、はいはい。はい え本日女優宣言した4名に一言ずつお言葉を、はい、一言お言葉をいただけますでしょうかはいあの今日はこの4名のためにたくさんの方々があのお集まりいただきまして本当にどうもありがとうございます、えー、米倉涼子です、えー、本日は新しい人生の始まりどうぞうんすごい私もなんか緊張してきました <laughs> 本当におめでとうございますはいきっと楽しいことがたくさん待っていると思うので頑張ってください ありがとうございます。緊張するなかった。<laughs> すみません。はい。えそれではここで皆様に少しお,お話をお伺いしていきたいと思います。では皆様どうぞ前の方に、はいえー、お並びください。はい、皆さんずらっと並ぶと華やかですね。はい。では。 早速お話を伺ってまいりたいと思いますまずは米倉さんにお伺いいたします、はい、米倉さんは2000年に女優宣言の記者発表会を行いまして現在に至るわけなんですけれども改めて振り返ってみていかがですかあの今日この場に来て皆さんとお会いしてから ななんとなくもう15年経っちゃうんですけれどもあのあの頃の思い出がすごくふつふつと湧き上がって、はあ、そうですね緊張しましたねもっと私の時はあは集まってくださる方が少なくてあのだったんですけれどもでもなんかあのあもうこれで引き下がれないなっていう思いでいっぱいででっぱしたね覚悟が決まった,感じでしたかそうでしたね。 モデルから女優へ転身された際に大変だったことや良かったなと思うことはありましたか大変だったなとか良かったなとかっていうよりは、はい、もう気持ちは本当に前に向いていたのであのなんか頑張るぞっていう気持ちしかなかったです。た、うんはい、ただ本本当当にににモデルののやってた時は本当にカメラマンさんの前に立って あとは編集の方が一緒にいらっしゃるぐらいなのであのたくさんのこうやってカメラを持った方たちの前に立つのは初めてでしたから、はい、その時はすごく緊張したなっていうこういうことってどういうことなんだろうって思いながら <laughs>、はいいまましたねありがとうございますそれでは続いて女優宣言をした4名の方にお伺いいたします。 これまではモデルとしてそれぞれご活躍されていましたが今後、女優へと活動の幅を広げるにあたり大先輩の米倉さんに伺ってみたいことはありまますすかでは代表しして田中さんお願い私たちはモデルで今、活動しているんですけれども、はい、今後、女優としてデビューしてこうモデルと女優ってやっぱり現場の雰囲気とか全く違うと思うんですけれども。えっと、米倉さんがこう 女優さんとして現場に立つときにこう心がけていることとか気をつけていることとかってあったら教えていただきたいなとそう、ね、あの今日皆さんここに立って分かると思うけど、はい、本当にこうやってたくさんの方々と触れ合うことが多くなるんですね。なので本当にあの自,分を自分をしっかり持ってあと私が心がけてたことは。 恥ずかしがらずにわからないことがあったら何でも聞くっていうことを今でもしてます、はいはい、恥ずかしいのかもしれないけど、うん、でもなんかそうすると皆さん気さくに教えてくださるのでそれは私はやってきてよかったなと思ってますねありがとうございます、はい、気をつけます私も、はい